糸取り無ジナが現れたと言われる、鳳凰山糸取り無ジナは、山梨県の鳳凰山に伝わる妖怪、老いた無ジナが化けたもの。安闘を携えて、糸取り者を回している老婆の姿で現れるが、本体は、老婆ではなくこの安闘の方である。鳳凰山の山小屋を訪れた漁師がこの妖怪に、遭遇した際、老婆の方を漁銃で撃ったが手応えがなく、 安頓の方を打ったところ、悲鳴と共に、無事なが飛び出したという。岩手県にも、以下のような類似の説話がある。昔、沢内村に入る街道の橋のたもとに、いつしか一軒の家が現れ、そこに、化け物が出るという噂が立った。ある弓の得意な侍が退治に行ったところ、白髪の老婆が安頓を携えて、張り仕事をしていた。 侍が矢を放つと老婆はやすやすと矢を手で掴んだ。何本矢を放っても同じで、それきり侍の行方はわからなくなった。それを聞いた弓の達人たちが次々に化け物退治に向かったが、誰一人帰ることはなく、残るは弓には自信がないものの日頃から書に親しんでいる侍だった。気が進まないまま剣の家へ向かう途中、ふと、 小因とすればまず馬をいよの言葉が頭に浮かんだ。化け物の老婆と対峙した侍は、老婆に矢を放ち、老婆が矢を掴むや、稲や、続けざまに安鈍を矢で射抜いた。悲鳴とともに安鈍が倒れ、明かりが消えた。次の日に侍がその場所へ行くと、家はなく、老いた狸が矢に貫かれて死んでいたという。ありがとうございます。